じゃあ、あと20秒後に、頭のいい人向けの話をしますけども、他言無用です。これを言うと多分、頭の悪い人に、悪い影響があって、ベーシックインカムが実現できないから、ね。前にちらっと話をしたことがあるんだけど、慶応大学の教授の岸ひろゆきさんもベーシックインカム賛成派で、で、橋本元府知事もベーシックインカム賛成派で、で、堀江さんもベーシックインカム賛成派で、その、どちらかというと、リベラル側と言われる、その、頭のいい人が幸せになる社会の方がいいよねと思ってる人たちが、ベーシックインカム賛成する理由っていうのがありまして、さっきまでちらっとフランスの話をしたと思うんですけども、ヨーロッパの人の多くは家で死にます。なぜなら医療は入院の費用まで払わないから、医療保険が。その病気の治療は医療保険でカバーしますと。で、病気の治療が終わったら家帰ってくださいと。で、アメリカもそうなんですけど、飯食えなくなったら死にます。その胃ろうみたいな、とりあえずもう、食べ物が消化できなくなったとしても、食べ物を無理やり喉から突っ込んでとか、点滴打ち続けて生きながらえるということはしません。政府の医療保障として、個人が金払ってやりたいんだったら好きにやってくださいなんですけど、っていうので、平均寿命っていうのは日本ほど高くはないです。ただそのおかげで、医療保険のかかる費用はそこまで高くないです。で、日本は、医療の額が毎年 3% くらい成長してるのかな、で平均寿命も今度伸び続けているので、高齢者の人が無限にお金を使えない状況を作らないと日本の社会は持続できないと思っている人たちがいます。で、そこら辺の人たちっていうのが僕が今言っている頭のいい人たち、で、ベーシックインカムっていう制度にすると1人当たり8万円それ以上の社会福祉は基本出しませんっていう制度なので、社会が1人当たりに出す金額という制限がかかります。で、1人当たりに出す金額が制限されることによって、医療の金額っていうのがそこで固定されるので、その中での枠組みで社会を作ることができるんですけど、今の社会って例えばじゃあソロバン先生が、がんになりました、で収入意識ありません、生活保護になりました、そうするとソロバン先生が生きている限り毎月もう100万円する医療とかもかかってしまうわけですよ。で、医療費用として毎月100万円かけて、で、医療として日本は技術が高いので、そろばん先生がベッドに横たわった、20年生きてしまいました。っていうと、大体2億円ぐらいかかっちゃうんだよね。で、そろばん先生がその20年生きて2億円かけたことで、日本の社会はどんなメリットが得られたか。ということになってしまうのですよ。で、それが柳瀬隆ならよい。価値が生み出せる人だったら、で、価値が生み出せる人と価値を生み出す可能性のある人に対してお金を払うっていうのは全然ありだと思うんだけど、そうじゃない人にお金、要はその、なんだろうな、言い方悪いんですけども、65歳以上の高齢者に医療費を払い続けることで、あ、ミラーがあるんだ、今ちょっと探そうかな。日本の社会がリターンのない投資をし続けなければいけないということに対して日本が持続不可能になるんじゃないかなと思っている人たちにとってベーシックインカムっていうのはいい回答なわけですよ、という話。なるほど、だからこの話をしちゃうと要は高齢者の人たちにお前ら死ねって言ってるのと一緒なんだよね。だから言わない方がいいと思うんですよ。票もらえないもん。まあそうね、多いからね、そう、延命治療はそんなに必要ない、どの弱者に投資するかの問題。僕だから65歳までの弱者は全て投資してよくて、65歳までに自分の医療費が払えなかった人はもう諦めてもらうでいいんじゃないかなと思ってるんですよ。65までにその
お金貯めてそれ以降の医療費、まあ、3割負担で自分で3割負担するんだったら月に負担してくださいと、うん、ただ今の制度だと誰でも無限にお金を払う制度になってるので、それは良くないんじゃないかなという話。あ、課金してあげてありがとうございます。でこれ合理的すぎって言ってるのは、僕の意見ではないです。そう考える人が世の中に一定数います。なのでお金がいい人向けに対してはこの説明をした方がしっくりきます。ただこれは大きな声で言うべきではありません。なので頭のいい人を説得するときにこの説明をしてください。でこれはベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいか会議で、見てる人も含めて、ベーシックインカムやった方がいいよっていうのをいろんな人に伝えて、その人たちを増やして一定数 50% を超えたら実現できると思ってるんですよ僕は。なので頭の悪い人には争いのない社会を作りましょう。毎月8万円もらえます。で頭のいい人には財源の話は、まあ60兆までいったけどあと104兆までもうちょっとできますよと。でなぜ実現しなきゃいけないかっていうと、日本を持続可能な社会にするためにです、うん、でそのためには社会保障の金額っていうのをある程度で制限をしなければいけません。そのためにはベーシックインカムという形で制限をすることでお互いいい分でしょっていう形にするしかないんじゃないのっていう説明をすると、頭のいい人は結構すんなり納得してくれる、うん、という話なのですよ。というわけで、一応有料枠で頭のいい人を説得するにはどういう論理で説得した方がいいかっていう説明をしました。でこれは頭のいい人に説明するための論理で、頭の悪い人は聞かない方がいいし知らない方がいいと思っています。でそれはなぜかというと、ベーシックインカムを実現するためです。ベーシックインカムを実現するためには頭のいい人も悪い人も含めて日本国民の 50% 以上が賛成しないとなりません。なので頭の悪い人には知られない方がなんか票もらえんじゃねえのと思って言いました。以上です。というところでどうでしょうか。有料の人納得してもらいました。頭の悪い人は聞いても分からないから大丈夫だろう。いや分かるんですよ、簡単なんですよ。簡単なんだけど知らない方がいいことです。納得した、ありがとうございます。うん、参院が自民過半数だからその議論は当てはまらんぞ。何年後に実現するかの話なんですけども、うん、例えば 50% 以上の人がベーシックインカムに賛成してるんだったら、ベーシックインカムに賛成している党にしか投票しないっていう選択ができるわけですよ。そうすると参議院も衆議院もその形で政治家が選ばれるのでいいんじゃないかなと。うん、頭の悪い人に活かせない方がいい。うん、段階次第。問題は興味のない人に説明かも。で興味のない人の説明に関しては争いのない世の中を作ります。毎月8万円もらえます。でどうなんだろうねって言われたら、なんかどうなんですかね。それでマジやべえってなる人は、うん、多分頭の悪い人なんで、マジやべえ8万円パネってなる人は多分まあそのままでいいと思うんですよ、うん、はい、そうですね。ベーシックインカムイコール8万円と覚えてもらえれば、はい、はい、ベーシックインカムイコール8万円ですとってなってくれれば、もうベーシックインカムって書いたら、あ、この党やべえって言えると思うんですよ。そうだね。ただそこからちょっと、それってなんか詐欺じゃないみたいな感じになる人に対して、ちょっと一歩踏み込んだ人に対する説得がなんかまた一個あるといいのかなって気がします。はいはいはい、うん、であと財源ではね、60兆までいったからあと40兆どうするかなんですけど、うん、消費税 20% したらどれくらい増えるんだろうね。だから結局、うん、物価が高くなるってことは消費税の税収は上がるってことだよね。はい、ですね。ただ僕、その結局ベーシックインカムが始まると物価が上がるってことはどれだけ相殺されるの、結局。あ、その8万円の中の生活費として物価が上がったことで、どの程度の物価が上がるのか。ね、あのね、ベーシックインカムが入ったら働かないって言ってる人の、はい、僕半分以上嘘つきだと思ってるんですよ。あ、うん、まあまあまあ、そうはね。
働くやろうね。うん、あの月給8万円以上の人って多分働くんですよ。まあそうだね、うん、生活レベルを下げるって、僕が知る限り生活レベルをちゃんと下げれた人って、あの結果的に下がっちゃった人が見たことないんですよ。あ、まあ、そうですね。下げようと思って狙って下げれる人なかなか、うん、いや、その金持ちだったけど、あの金持ちじゃなくなっちゃったから下がっちゃったって人いるんだけど、はい、俺生活レベル下げるわっつってガーンって下げれた人って僕見たことないんだね。あ、まあね。で、僕生活レベルを上げないっていうのは、あの弱い39ずっとやり続けてるの、はい、あのね、多分ね、生活レベル下げるって人間すごく難しくてできる気がしないんだよね。まあまあ無理でしょうね。なので僕は上げないっていう方が実は楽なんじゃないかなと思って、ずっと生活レベル上げないまま頑張っております。だってあのお金あるじゃないですか。はい。なのに出てくるのがマクドナルドとか、あの吉野家の食券がとか、はい、あんまりお金持ちの人から出る言葉じゃないですよ。はい。いや、でもなんだろうね、僕でもいいもん食ってますよ。まあそうだね、言うてもいいもん食ってるよね。まあまあ、他人の金で。そこなんですよ。そこなんですよ。いや、もう、さすがです。そうそうそう。